こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今日は千代田区飯田橋に来ています。千代田区というと桜祭りや神田祭りといった地域に根付いたお祭りが有名ですが、こちらのオフィス、住宅、商業施設、ホテルからなるアイガーデンエアでも、そんな千代田区ならではの少し珍しいイベントが開催されます。その名もアイアイフェスタ2012です。一体どんな内容になっているのでしょうか。早速行ってきます。タバサトゴー。今日のアイアイフェスタとはどういったお祭りなんでしょうか。はい、このアイガーデンエアのエリアでですね、屋台のコーナーであるとか、ステージイベント、あるいは子どもたちのゲームコーナーなどをみんなで楽しく盛り上げたいというイベントでございます。はい、千代田区ならではのイベントと伺ったんですけど、はい、アイガーデンエアには、6社の企業が一緒に働いておりますけども、そこの企業が中心になりまして、地域の町内会の皆様、あるいは商店街、あるいは行政の皆さんのお力をお借りしてイベントを実施しているというところが特徴かと思います。やはりこういうイベントをすることによりまして、顔の見える関係が少しずつ作れるようになってきたのかなというふうに思っております。皆様にもお手伝いいただいております。屋台コーナーやイベントを通じて地域の皆様とのつながりができればと願っております。地域の触れ合い、そして、何と申しましょう、交流というんですか、そういったのを目的として今日を今日迎えたわけでございますけれども、皆さんで手作りでこの催しが開催されております。どうぞ十分にですね、楽しんでいただきたいと思います。では回っていきましょう。こちらは地方特産物マーケットとなっています。今回は被災地のブースが並んでいます。酒もなか、酒もなかとあるんですけど、はい、お魚の酒なんですね。そうですね、一応皮に酒の実を練り込んで、もなかの外側に作ってあるんですけど、生臭くはないですね。ないですね。はい、よかった、はい。爽やかな甘さで生臭さも全くないです。白あん、白あんです。美味しいですよ。すごくないですか、この鱗。お土産にも嬉しいですよ。そう言われりゃ買わなくちゃいけないじゃん。そうですね。アイアイフェスタのメイン会場のすぐそばには神田川が流れています。あちら船が見えますか。こちらは日本橋川、神田川に清流をよみがえらせる会による船巡りが行われます。さあ出発しました。およそ20人の参加者が乗っています。いってらっしゃい、いってらっしゃい。あちらで子供たちが何か投げてますよ。川に何でしょう、ボールのようなものを投げ込んでいます。今こちら何を知っている？ EM 金団子。 EM 金団子とは何でしょうか。はい、川をきれいにするための、まあ、いろいろな、はい、バクテリアをまとめたやつを投げています。もう質感も重さも形もジャガイモそっくりです。もうこれで川はきれいになるんで僕も投げますよ。いきます。川よきれいになれ。おお、楽しいですね。さあ、まもなくなんとこちらで大縄跳び大会が行われます。地域の企業や町会の皆さんによる対抗で行われます。こんにちは。皆さんはどういった。こちらはこの外区の日経設計という会社です。日経設計という会社、注目選手は誰ですか。注目選手はですね、気合入って靴から靴から気合入って、意気込みはどうですか。頑張って30回以上飛びます。30回以上
この靴は今日のために。はい、はい、普段はどんなお仕事してるんですか？あ、経理です。経理で、はい、デスクワーク、はい、体力は大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、それで各あの3回チャレンジしていただきまして、よーし、こちらでは町会や企業による屋台が開かれました。もうたくさんの人で賑わっています。ちょっとお話聞いてみましょう。普段の町会のお祭りと企業と一緒にやるお祭り、違いはありますか？普段のお祭りでも企業の方皆さん手伝っていただいているので、逆に今回のお祭りは町会側から企業に対してお手伝いしている、そういうスタンスでやってるつもりですけど、やっぱり名だたる企業はね、この地域にあるんで、この機会にね、少しでも仲良くなれればというふうに思っています。さて、こちらには長い行列ができているんですけど、何があるんでしょうか？こちら何の行列ですか？ローストビーフ。ローストビーフ、エドモント。あ、そうなんですね、はい、ホテルのローストビーフ。そうです。毎年食べてるんですか？毎年食べてます。普段、はい、エドモントで出しているものなんですか？はい、もちろんです。そうなんですね、はい、ローストビーフ単品でお出ししてませんので。そうなんですね、はい、数千円をお支払いいただいて、その中の一つのメニューですから、ということはかなりのバリューがあります。ありがとうございました。来てみていかがですか？いや、楽しいです。初めてなので、そういうのが、はい、そうなんですね。毎年開催は、どうなんでしょう、知ってたかもしれないんですけど、はい、知らなかったです。なんかもう活性化というか、こう和気あいあいというか、盛り上がってていいと思います。そうですよね、はい、今日どちらからいらっしゃったんですか？そこから。お住まいが近くなんですか？はい。どういったきっかけで？いや、家にチラシが入ってて、毎年来てる。あ、毎年来てるんですね。なんか子供がいても楽しめるところ。地域のさまざまな企業や町会の人が主催してるんですけど、企業がこうやって地域を盛り上げてるっていかがですかね？あ、いいですね。そこのダイヤハウスさんとかね、先ほどでちょっとお酒買って飲んだキディリアさんとか、はい、素晴らしいですね。で、中の飲食店なんかも出してるし、こういうのがやっぱり企業が一生懸命になったら地域もね、大勢集まるんじゃないかなと思うんですよね、今回の田畑里号は5月18日に行われた II フェスタ2012の模様をお送りしてきました。地域の企業や町会の皆さんが大縄跳びを飛んだり運営したりしている姿には一体感があって、つながりの強さを感じました。そして今日来たたくさんの方々、とても楽しそうな姿があって、この地域をより知ってより好きになるイベントだと思いました。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。さようなら。